千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は歯の神経をの治療方法と手順についてについにお答えいたします。まず深い虫歯ができて神経が出てしまった歯の神経は取って麻酔をして神経を根っこの先で切断して取って歯の中の神経だけ取ってで中のばい菌を徹底的にきれいにしてガッタパーチャーという防腐剤とちょこちょこ言われるのですが腐らない材質でその穴を埋めて根っこの治療は終わり。そこの上に歯を作る、土台を作ってかぶせ物を作るというのが歯の神経の治療法なのですがそのばい菌を取っている時に逆に口の中の細菌などがその根っこの中に入ってしまうと感染症を起こします。根っこの先に病気を作ってしまう歯根膿胞がまあまあ有名な、海の袋ですね、感染症ですねなのでしっかりと防湿、唾液が入らないようにした状態での治療が必要です。やはり何度も何度もその一度感染してしまうと何度も何度も再発を繰り返す可能性の高いものなので歯の寿命はものすごく短くなってしまいますなのでゆくゆくは 歯を抜かないといけなくなってしまったりする可能性もあります。詳しいお話はお電話にて承っております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。